ファイト。はい、始まりました。村上和成対ミスター下野シングルマッチですが、いきなりミスター下野が敵前逃亡をしています。まあミスター下野というキャラクターはビビリなので、村上みたいにね、顔面が怖い選手は苦手ですということで、もう早速もうなるべくね距離を取ってますね。はい、村上上がってきた。ミスター下野が降りた。やっぱり完全にもう戦意を喪失してますね。何せ村上和成という男はもう顔面が狂気顔が怖いです。顔が怖いんですよ。もう全然ミスター下野ね、上がる気ゼロですね。ひたすら距離を取ってる。村上はね、誘ってるんですけどね、リング上に。すごい、もう観客は村上コールしかしない。お、ブーイング。お、ミスター下野反応した。ブーイングにはすぐ反応しますね。観客はすごい、じゃあお前やってみろよ、お前やってみろよと村上はそこを見逃さずに、まあ、不意打ちですね。これはミスター下野が悪いですよ。ミスター下野が隙を見せたから悪い。フルボッコじゃないですか、フルボッコあー、ひどい。ちょっとやりすぎですね。まあ、ミスター下野という男はね、こう、やられざまが絵になるとはいえ、ちょっとね、村上の狂気は、ちょっと刺激が強すぎる気がします。カウントは、カウント2。さすがにまだ終わらないですね。まあ、ミスター下野ね、もしかしたら、ね、ホール返さないんじゃないかなんて、ちょっと思っちゃいましたけどね。まあ、とにかく村上との対戦を嫌がっていたので、お、これはアキレス腱固め。ギブアップしちゃうんじゃないか、ギブアップ。すごい痛がってる。すごい痛がり方。お、なんとか耐えた。ね。なんとか耐えました。村上がキック。キック。胸板にキック。そしてなぜか変なポーズ。お、柔道技からの腕ひしぎですね。うん。逃げ場ないんですけどね。ジタバタジタバタしてる。もうなんとか逃れました。一方的ですね。ひたすら一方的。ミスター下野も今んとこいいとこないですね。ただ観客のブーイングにね、なんか反応しただけですからね、今んとこね。お、村上がコーナーポストに叩きつけた。ミスター下野もね、エビ反りになって痛がってましたね。ここまではかなり一方的な展開。まあね、そりゃそうですよ。お、これは返せないんじゃないですか。お、審判かなり遅かったけど。村上は自らボールを解いてキック。舐めプですね。舐めたプレイ、舐めプです。ボディブロー入れてからのコーナーに振った。おわー、強烈強烈。ボディブローの連打からの出たー。村上式のこの踏みつけ。極悪フットスタンプっていう名前でしたね、このゲームではね。はい、そう、これがね、村上の代名詞ですから。はい、おー、キック。背中にサッカーボール来て、またキック。これね、このゲームこれがハメられるんですねお、謎のファイトコール、謎のファイトコール。ミスター下野の名前を呼んでやってほしいんですけどね、本当はね。ミスター下野コールしてほしいんですけど、お、またナメプです。カウント2で自ら解いてリングの中央へ。狙ってますね、狙ってますね、狙ってますね。パンチ狙ってますね。ボクシングの構えからもう組むんかい。パーンチ、強烈なパンチ。お、ミスター下野はサッカーボールキックを避けてゼロ戦キック。反撃ののろし、反撃ののろしのゼロ戦キック。これ強烈だったんじゃないですかね。村上もね、ちょっと油断してた感じありますよ。ミスター下野が村上を捕まえてヘッドバット、ヘッドバット。ちょっと音が軽いけどヘッドバット。4連発。村上嫌がった。なおもミスター下野が捕まえてリング中央に引きずり込んでからのヘッドバット。軽いけどね、音は。お、村上嫌がる、嫌がりますね。6連発いきましたね、ヘッドバットね。まだいった、7発、7連発。ミスター下野は頭を押さえてますけど、さすがにね、これは自分も聞いてますけど、まあミスター下野は一番ね、ヘッドバットが強烈ですから、これはいい攻撃だったんじゃないでしょうか。お、得意技のブルドッキングヘッドロック。ということは、出ますよ。あの一撃必殺技が出ますよ。
変なカットインからの変なカットインからの出た5分経過のアナウンスとともに勝利や強烈カウントは強烈ではないなおもミスタジョンは顔面かきむしりからのこれはルーテーズ式のプレスですね。そしてストンピングストンピング飯塚のストンピングでね、村上はかつてね、失神してしまったことがあります。まあ、そこで村上が、あれですね、村上切れましたね。ストンピングで切れましたね。馬乗りパンチいった。観客のボルテージは最高潮。比較的なんか静かな気もしますけど。最高潮らしいですよ、これで。はい。煽ってる煽ってる。ミスターショーの背後からの、いった。これはチョークスリーパー。これは逃げられないか。いや、キーパーまあね、キック格ゲーだとね、死体蹴りって言われるやつですね。はい、ありがとうございました。